カオスよ、待たせたな。なんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。俺たちなら問題ないでしょ。何が出てくるか楽しみだな。敵発見。ジャック、戦おう。ジャック、やってやれ。離れられたかな。一度体勢を整えよう。出てきたか。ジャックがいれば負けないさ。終わりだね。お宝発見。ジャック、下に魔物がいる。始末しておくか。闇が吹き出す穴だ。闇と一緒に魔物が吹き出した。まさに闇の噴出口だな。ちょっとかっこ悪かった。怪我は手当てしておけ。さすがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。あそこにキューブが見えたぞ。ここにあるんだ。覚えとこ。気をつけろ。やるか。蹴散らしてやるさ。集中しろ。余裕だな。つまらん相手だった。炎に近づくな。体力を無駄に消耗する。別の道探す。
今の聞いたみたいだね。体勢が下がったみたいだな。やるぞ。なんかヤバくなってきた。なんとしても倒す。これで行く。さてと。叩き。キューブがある。調べておこう。張り切りすぎたかな。次も頼むぞ、ジャック。何かあるな。健康だ。あの炎邪魔だな。水で消したいね。健康だ。押し流せ。何が入っているかな。かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ。気をつけよう。健康だ。ただの噴出効果。やっちゃおう。敵だ。
やるぞ、ついてくる。大歓迎だな。叩き潰すぞ。やれそう？どう？いい装備なんじゃない？よかったな。近道ができたね。戻りは楽ができるぞ。ここに繋がっていたんだな。これで行く。さてと。やばそうだよ。足を引っ張ったかな。ごめん。敵だ。叩き潰すぞ。うっとうしいな。お疲れさ。あの大きな塔にカオスがいるのかな。まだ先は長そうだ。ああ、集中力を切らすなよ。
大歓迎だな。出てきた敵を倒せば、ウイスコも弱っていくんだ。渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。あれはキューブだ。休憩できそうだ。出てきた。決断してやるぞ。行くぞ。変更だ。何かある。敵発見。ジャック、戦おう。変更だ。の代物だ。もらっておこう。
立てる。さて、何が入っているかな。変更だ。これで行く。闇が濃いな。間違いない。この先にいる。あれはキューブ。ここにあるんだ。覚えとこ。宝箱か。変更だ。これで行く。カオス。私はカオスとなる者。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお、いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド。違う。私はカオスとなるものだ。気をつけろ。これまでとは違うぞ。倒しきれるか。落ち着け、落ち着け。耐性が下がったみたいだな。減るよ。
強い人間なんている？闇に囚われた人間、あとで尋問やろう。こいつの攻撃どっかで見たことない？ジャックと似てないか？かもな。だが俺の方が上だ。集中しろ。放送が切れそうだ。氷の剣気にしておけよ。ああもう氷の剣が厄介だな。ジャックどうにかできない？なんだと？ジャック下がったみたいだな。叩き立てろ。ポーション足りる？油断せずに。顔を見てやろう。待て、俺の水晶が震えている。ああ、共鳴だ。俺のもウォンウォン震えてる。私はネオン。カオスにはなれなかったのか。順を追って説明してくれるかな。私は仲間たちとカオス退治の旅に出た。旅は困難を極め、仲間は一人また一人と減る。そんな中、私は真相に気がついた。カオスという人物、あるいは魔物は存在しない。それはある種の幻想に過ぎない。闇や魔物、そして何より人々の心を蝕む終末思想、それらは全てカオスという怪物の仕業。そう信じ込むことで、コーネリアの人々はカオスを倒せば世界は救われるという希望を生み出したんだ。だから私は闇に身を委ね、カオスになって倒されることを望んだ。人々が幻想から覚めることができるように。くだらん。カオスへの思いはまだここにある。
つまりカオスはどこかにいる。俺は続けるぞ。私も行くから。この世暗黒に染まりし時、4人の光の戦士現れん。この4人で決まりだ。カオスはいないなどというやつの居場所はない。それならカオスに合わせて謝るし、あんたの言うこと何でも聞くから。面白い。一度城へ戻ろう。パトロンには嫌われないようにしないと。